はい、おはようございます。五郎でございます。11月11日金曜日、今朝の一言を始めていきたいと思います。今朝も大阪芦屋からお届けしてまいります。稲森和夫さんの一日一元より、今朝の一言は成功を持続するということで、解説文を読んでいきたいと思います。経営が正しいかどうかは、成功を長期にわたって持続できるかどうかによって決まる。経営でも政治でも学問の世界でも、成功したことが偉いのではない。成功を持続できるかどうかが問われる。成功におごらず、謙虚に自分を律する強い好奇心を持ち続けられることが、人間としての本当の偉さなのだ。ということなんですけどもね、ぶっちゃけ言うと、一回成功してるだけすごいなと思いますけどもね。そういうことじゃないと。まあこれ、成功の大きさとかでは関係なくて、まあその自分としての、まあ小さな成功とかでもいいと思うんですけども、その一回なんかうまくいったからといって調子に乗るとね、ほんとこれ足元ね、救われたりしますんで、まあ結構そういうね、ご経験ある人も結構多いんじゃないかなっていう気がしますけどね。調子がいい時って、なんか一生このまんま続く、もしくはむしろもっと成功するなんて思いがちですけども、そんなね、人生本当うまくいかないし、いや、ただこれが、成功からね、失敗したとしても、それがまあ致命的な失敗でない限りは、這い上がれるんでね、一回成功して、また失敗したからといって、まあそこでもがくのやめたら終わりだと思いますけども、もがいてればね、必ずまたチャンスが来るんで、諦めないというかね、そういうことが重要かなとは思います。で、さっきたまたま YouTube で、投資家のジム・ロジャースさんの動画を見てたんですけども、まあこういうね、今、厳しい、世界情勢の中で、まあ投資について学んだ方がいいんですか否かみたいな質問をインタビュアーの方がされてたんですけども、まあそれが好きだったら勉強しなさいと、好きじゃなかったら好きなことを学びなさいっていうね。例えば農業が好きだったら投資の勉強をするより農場を買いなさいみたいなね、そんなことを言われてましたけども、これがね、意外と成功を持続させる要因じゃないかなっていう気はします。うん、なんかちょっと成功したからといって、なんかなんつうんですかね、いろんなものに手出してみたり。まあ、ただこれ、両極あるんで、いろんなものに手出してたからこそ生き延びるっていう考え方もね、あるんで、一概には言えないですけども、こういう厳しい時だからこそ、好きなことじゃないとね、多分続かないし、まあ結果もね、結果出ないとやっぱ好きじゃないことやってるとね、結局続かないんで、僕もね、個人的には最近非常にそれを感じていて、まあ、ピンときてかつ好きなやつは、やろうと決めて、まあ、小さなチャレンジを日々繰り返してるんですけども、なので、改めてね、こういう時だからこそ、なんかすぐ儲かるとかね、そういうのに走ってしまうと騙されちゃったりするんでね、こういう時だからこそより自分をもう一回見つめ直して、好きなこと何なんだろうって考えて、そこをね、深掘ってみるっていうのが成功を持続するには重要なんじゃないかな、もしくは成功してなかったとしてもこれから成功するんじゃないかなというふうに感じた五郎でございます。ということで、今日も頑張ってまいりましょう。